はい、こんにちは、団長です。今日も検証動画第2弾、早速、続けていきたいと思います。前回までは16ページ目まで、行いました。こちらは、その後も大きく上昇したのが14、その後も上昇が8、横ばいに、上昇せず下落が4というところで16ページ目が終わりました。今日は今から17ページ目からやっていきたいと思います。はい、ではまず17ページ目ですね。17ページ目は、3つありました。まず1つ目がこちらですね。こちらは下半身が出てから、上昇してます。カテゴリー2に加えたいと思います。で、こちらもカテゴリー2ですね。下に緑、赤の下半身です。で、こちらは非常に小さいですが、これも緑、赤の下半身が発生しておりまして、カテゴリー2に加えたいと思います。はい、では18ページ目行ってみましょう。はい、18ページ目です。18ページ目は2つありました。こちらですね。まずこちらは下から緑赤で、上に紫青あるんですが、ここの空間がありまして、大きく伸びていきました。はい、やはりここ、青に当たってまた下落で、再度トライしに行ったんですが、再度また負けて下落して、ようやくこの空間が、少なくなったところっていうんですかね、小さくなったところから一気に上昇していったという局面になっております。はい。で、二つ目はこちらですね。こちらも、300日線に当たって、また20日がサポートしてからの下半身というところで、こちらについては、その後大きく上昇していくという局面だったと思います。はい。では19ページ目行ってみましょう。はい。18ページ目です。18ページ目は2つ局面あります。ただし、これは下半身で行ったんですが、その後下落してしまってますね。こちらも、2日目は一応か、上昇してますが、この後下落していってるという、場面でしたので、こちらは、カテゴリー4に加算したいと思います。はい。では、19ページ目行ってみましょう。はい。19ページ目やってきました。19ページ目はなかなかないですね。一つだけ、緑が横ばった中での下から赤の下半身と。いうところですね。これは軽く上昇しましたので、カテゴリー2に加算したいと思います。やはり下から上がっても、この青にぶつかって下がるケースが多いですね。こういったところ。で、こちらとかは、これ下半身になってるんですが、上に緑がありますので、これはカウント外。今回の検証ではカウント外にしたいと思います。下半身は下半身だと思いますね。はい。では20ページ目行ってみましょう。はい、20ページ目です。20ページ目は2つありますね。こちらはカテゴリー1で大きく上げました。やはりここは分かりやすいですね。ここの下根から上がって、もう一度下がるような見えかけがあった後に、はい、ここだ、ここだというようなポイントかと思います。はい、で、2つ目はこちらですね。こちらはなかなか陰線で一気に大陰線がついて、その後陽線が出て、その後下半身で、この後ぐーっと上がるかなと思ったんですが、少しだけ上げて、下げていったということなので、カテゴリー2に加えたいと思います。はい、では21ページ目行ってみましょう。はい、21ページ目来ました。21ページ目は3つですね。こちらは緑赤の下半身で、その後上昇していってますが、大きな上昇とは言えないと思いますので、カテゴリー2で、こちらは長く伸びていますね。なのでこちらカテゴリー1に入れたいと思います。で、ここですね、こちらが一番重要です。これは下半身になったんですが、その後、陰線で下落していってます。ここは非常に危ないポイントで、カテゴリー4で入れたいと思います。はい、では次行ってみましょう。はい、22ページ目です。22ページ目は結構ありますね。まずこちら、こちらは下半身出ましたが、その後横ばって下落したので、カテゴリー4に加算したいと思います。で、こちらが綺麗な下半身ですね。3密、4密になった。密の後の、一気に、ブレイクアウトした。飛び出したところですね。これは下半身。で、こちらは大きく上昇していったので、カテゴリー1に加算したいと思います。で、こちらも一旦この上げが終わって、緑に刺さるかというところまで来ましたが、やはりもう一度下半身で、大きく上昇と。で、その後は、これはそうですね、
この後ほぼ横ばってますんで、こちらは横ばいで、こちらは青に当たった後、青に支えられてからの下半身というところで、こちらは大きく上昇していったという形になります。やはりパンパカパンの中で、こういった下から緑赤での下半身というものは多く発生しますし、こういったところは確実に打診買いをした方がいいかと思います。はい、では23ページ目いってみましょう。はい、25ページ目までやってきました。25ページ目はたくさんあります。まずこちら、こちらはパンパカパンの中での緑赤での下半身鉄板ポイントですね。これは、はい、まず、大きく上昇した、しました。カテゴリー1に加算したいと思います。で、その次は、一旦押し目をつけての下半身、こちらは、下落してます。なのでカテゴリー4ですね。こういったところ、こことここの違いは、こちらは赤の移動平均線が上を向いている、でこちらは赤の移動平均線が下を向いているという、やはり方向の違いがあります。でこちらは、同じく上を向いてますね。上を向いている中での、下半身なので、まあ、鉄板ポイントというような形になってくるかと思います。ここはかなり角度高そうですね。はい、でまたこちら、こちらも下から緑赤での下半身というところで、大きく上昇していってます。で最後こちらですね。こちらは、上がったんですが、まあ、その後下落していってしまってますので、まあ、こちらはほぼ横ばいというところでカウントしたいと思います。ここはやはりずっとパンパカパン来てですね、ここからスタートすると1回目2回目3回目4回目で崩れて5回目なんですね。もうそろそろ上がっていかないようなところでの、これはトライ届かずのような状態ですね。ダブルトップを形成してからの一気な下落というところなので、さすがにここはそろそろ天井だろうなというような警戒感が出てくるポイントだったと思います。はい、では次行ってみましょう。はい、26ページ目です。26ページ目は2つありますね。まずこちら、下から緑赤の下半身、ここはダブルボトムにならずになので、下根切り上げのところでの下半身、ここは必ず入れるところですね。ここだここだの状況になっているかと思います。でこのまま上昇しました。カテゴリー2に加算したいと思います。でその後やはりこういったところですね。青にぶつかって下落し始めて、過去の安値を割り込むと一気に下落するというところから、また再度上昇し始めます。で緑が迎えに来てくれて、この後赤が上の方向の向きを見てますね。でここでエントリーすると、あとは一気に取れていくと、またここ紫にぶつかって負けていってます。まあ、こういったポイントは別の動画でもまたご紹介しますが、非常に気をつけるポイントになってくるかと思います。はい、じゃあ次のページ行ってみましょう。はい、27ページ目です。27ページ目はこちらですね。緑赤での下半身となってますが、ここは残念ですがまた青に刺さって一気に下落していってます。こちらはカテゴリー4に加算したいと思います。その後はずっと逆パンパカパンになってますので、だらだら下落していってるという局面かと思います。はい、では次のページ行ってみましょう。はい、28ページ目です。こちらはこのポイントですね。なかなか怖いですね。紫と青の間にある緑と赤の下半身、ここは団長、ここですね、完全に B 局面になってますので、なかなかエントリーしがたいようなポイントだと思います。まあ、ただ結果論としてはこの後大きく上昇してますね。ここは前の高値、こちらですね、このここの前の高値、この辺りをブレイクアウトしたので一気に抜けていってるというところになりますね。はい、はい、こちらはカウント1に、加算していきたいと思います。はい、では29ページ目いってみましょう。はい、28ページ目いきました。28ページ目の、ポイントはこちらでした。下から緑赤で上方向を向いていると、両方とも上の方向を向いているところでの下半身で、ここでエントリーするとその後、上昇していきます。カテゴリー2に加算したいと思います。でその後はやはりないですね。
こちらは皆対象外になっています。この辺危ないですね。どんどん力が溜まっているような、完全にこのボックスになっていってます。はい、では29ページ目いってみましょう。はい、29ページ目まで来ました。29ページ目のこちらは緑赤の大きな下半身、一気にブレイクアウトしましたね。これは前の高値のところにぶつかってますし、紫青と当たってますのでかなり怖いポイントなので、大きくブレイクアウトしたんですが、ちょっとエントリーしにくいかなというところです。ただこれは再度もう一度ここでアウトしてますね。前の高値を一気に超えて急拡大しているというところです。まあ、ここで本当にエントリーできてれば、次の日下から数えて 1,2,3,4,5 なので、ここは撤退ポイントではありませんので、キープできる、キープした後に一気に取れるというようなポイントだったと思います。カテゴリー1に加算します。で、次のこちらについてはその後300日線に当たってもみもみされて、もう一度300日線を超えるというところですね。ここは、緑赤300日線と一気にブレイクアウトしたところですね。で、こちらについても上昇していったと。ただし1万2000円の価格の節目に当てられて、下落をしていくというような局面だったと思います。はい、では30ページ目いってみましょう。はい、31ページ目です。31ページ目は対象となる場面がありませんでしたので、飛ばしたいと思います。はい、次いってみましょう。はい、32ページ目です。32ページ目は2つ場面があります。まずこちら、こちらは確かに下から緑赤の下半身になっているんですが、上に青の60日線があり、節目になってしまっています。で、これはまあほぼ陽陰陽陰陽陰となってますので、横ばいにカウントしたいと思います。で、次にこちら、こちらの方も、綺麗な下から緑赤の下半身になってはいるんですけど、この後も陰陽コマ、まあ、ちょっとですね、ここ上がったとは言い難いようなところなので、これもほぼ横ばいとカウントしたいと思います。はい、では33ページいってみましょう。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録をよろしくお願いします。また Twitter のフォローもよろしくお願いします。